西エクアトリア州は南スーダンの州。州とはヤンビオ。面積79,319平方キロメートル、人口61,029人。1880年代にはグブデュエ王に率いられたアザンデ人がこの地に王国を築いていたが、やがてイギリスの支配下に入った。1955年に南部で反乱が起き、第一次スーダン内戦が起きた。 1956年にスーダン領となると、西エクアトリア州では、北部のアラブ人支配に反発し、反政府武装組織アニャニャの影響下に入った。抵抗運動が起き、第二次スーダン内戦が勃発。西エクアトリア州は、反政府武装組織アニャニャ2や、ジョン・ガラン率いるスーダン人民解放軍などの影響下に入った。2005年に、 南北の和平条約が締結されて、スーダン内戦は終結したものの、いくつかの反政府勢力は依然活動を続けた。ウガンダの反政府勢力であるジョセフコニー率いる神の抵抗軍に、南スーダン自治政府が協力する部隊を派遣した。2009年には、西エクアトリアのいくつかの村では、神の抵抗軍に対抗するため弓矢や槍といった伝統的な武器で武装した。 アローボーイズという時計団が結成された。2011年南部スーダン独立住民投票の結果、南部スーダンの独立が決定し、西エクアトリア州は他の九州とともに南スーダンの領土となった。南を今後民主共和国と西を中央アフリカ共和国と接する。中央エクアトリア州、東エクアトリア州とともにエクアトリア地方を構成する。 西エクアトリアは、十の軍に分かれている。ヤンビオ軍、ザラ軍、イッパ軍、エゾ軍、マリティ軍、タムボラ軍、西ムンドリ軍、ムボロ軍、ラジェロ、軍、東ムンドリ軍、西エクアトリアの経済は良質の、木材と農業が基盤である。この地域に住む、アザンデ人は2008年には、人口173万1341人を、数え、南スーダンで3番目に、大きな民族となっていた。 ありがとうございます。